これがあの四大マジャー選出の一つの正義執行になります。私ってばこういうのばっかりでごめんなさい。もらいました。ついに7引きました。飛行なチャンネルをご覧の皆さんこんにちは。飛行なチャンネル準レギュラーのジャンバリドット TV ダレミです。本日はニューギンさんのショールームにお邪魔させていただいております。なんとワンパンマン最速シダということで楽しんでいきたいと思います。そして私一人ではちょっとわからないことがたくさんあると思いますので、本日はイケメン社員のイケちゃんさんに教えてもらいながら打っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの何でも お答えしますので、はい、あのどんどんあの質問してください。いや顔はちょっとね残念ながらお見せできないんですけれども、とてもイケメンで声もイケメンでめちゃくちゃ恥ずかしいですはい、はい、それでは打っていきたいと思います。イケちゃんさん、はい、こちらの台の最大の魅力を教えていただきたいんですけれども、はい、今回ですねワンパンチ3000スペックというスペックでコンセプトになっておりまして、はい、あのラッシュに突入すれば最低でも3000発以上が弾が取れるというスペックになってます。であとはですね、はい、ワンパンマンにちなんでラッシュ中はですね、はい、1分の1でどんどん敵を倒していくような爽快感のあるスペックになってますので、ぜひそこを体感していただければと思います。出玉感とスピード感が気持ちいいということですね。そうですね、1分の1でどん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 いきますので、スピード感も相当あると思います。いやー楽しみ、ぜひともラッシュに入れたい。それでは簡単にスペック説明していきたいと思います。大当たり確率 319.68 分の1、ラッシュ突入率が 52%、 継続率が 81% となります。でさっき池ちゃんさんもおっしゃってましたけど、ラッシュ突入したらもうその時点で1500玉もらえるということ でそして右打ち中は1分の1で当たってオール1500玉という感じですね。そうですね、右打ち中は全部1500発になりますので、そこがかなり爽快感あるかなと思います。いやいいですね。でもし仮にラッシュ入ってダメだったとしても3000発は保証でいただけると。そうですね、初当たりの、初当たりから1500発が取れて、さらにラッシュで必ず1500発もらえますので、3000発っていうのが最低保証になります。いやそれかなり大きいですね、 52% 取れた時。そうですね、なのでそこのジャッジの、取れてるか取れてないかっていうところが非常に緊張感があって面白いかなと思います。いやどうだろう、私こういう時あんまり取れないタイプなんですけどちょっとぜひ最速実践なんで取ってみてください。はい、頑張りたいと思います。あとこれが出たら大チャンスだよとかいう、注目演出みたいなものはありますか？そうですね、四大マジアツ演出っていうのが、はい、ございます。これは出てきた時にまたご紹介しようかなと思うんですけども、はい、正義執行演出だったり、はい、S 級ヒーローゾーンだったり、かなりコンテンツに寄せた演出っていうのも搭載しております。あ、なるほど、じゃあ見ていれば、はい、あ、だいたい、あ、これは来るなというのが。そうですね、かなり激しめの演出にはなってますので、見た感じで分かるんじゃないかなと思います。あ、楽しみだ。通常時は何が来たら注目っていうのはありますかね、その4大チャンス演出ではなく、はい、保留変化だったりとか。はい、そうですね、はい、保留に関してはですね、他の機械でもありますような赤保留だったり、うん、紫保留、緑保留というのもあったりするんですけども、はい、本機はですね、マジ保留っていう、やっぱりあるですね、マジが。そうですね、まあ、金色に光ってますので熱いっていうのはすぐ分かるかなと思うんですが、はい、こちらがですね最大のこう街になってますね。あー来ないかな、いきなりそうですね、ここまで来るとかなりの信頼度を持ってますので、はい、期待していいんじゃないかなと思います。お、あ、ヒロインステージに変わったってことですね。そうですね、ステージチェンジになります。ということは特殊のリーチがあったりとかもあるんですかね、ヒロイン。そうですね、予告とかはですねやっぱり特殊なものがございますので、はい、ここのステージだけで見れる演出っていうのもあります。もう私はねできる限りレアなものを出したいんですよね。そうですね、レアなものも欲張りなんで、ぜひ出して、我々としても出していただきたいです、はいはい、
ちなみに逆に質問なんですけども、はい、ドレミさんいろいろ信頼とか打たれてると思うんですけども、はい、今回のワンパンマンはどうですかね、どれくらいこう期待されているかとか。いや、私正直かなり期待してます。あ、本当ですか。はい、その1分の1で決まるっていうのと、はい、オール1581%継続、はい、一番得意なタイプです。あ、本当ですか。はい、じゃあぜひちょっと今日はそれを発揮していただいて、いいところを見せていただければと思います。いやちょっとそれは本当に見せたいですねぜひぜひこちらもお願いしたいところです。あ、保留変化きましたよ。そろそろ当たりたい、はい、お、ゼノス君変えてくれそう。しかもこれキングが迫ってきてませんか。そうですね、これこのままうまく発展するとキングエンジンっていう、ね、緑なんで、はい、発展しますね。あら、私ちなみにキングが一番好きです。そうなんですね、はい、あ、であれば期待度もありますので、当たりに十分絡む可能性あるかなと思います。いやこれで当てたい。いや、めっちゃ緊張、私の鼓動かと思った。はい、どうなんですかこれは。ヒーローネクスト。そうですね、いきなり S 級来てますけど。そうですね、これ連続演出の煽りになってます。これが続けば続くほど期待度が上がるっていうような形になってます。これはもう最高何回とかは、まだ分からないですか。そうですね、ここはまだちょっと公表はしてないんですけども、はい、とにかく続けば続くほど熱いっていうのを。ちょっと早くないですかこれ、雰囲気的に。そうですね今のは少し早かったかもしれないですね。なんとなく赤とか金までいかないとただこのキングエンジンの演出自体が非常にちょっと期待が持てるようにはなってますので。あ、よかった。はい、まだチャンスはあると思います。ダークマターを迎え撃てれば。そうですね、緑保留でしたね。お願い。あ、ってことは、はい、この後じゃんけんとか。あ、だけどその煽りも入れば。あ、じゃんけんではない、これ来ました。あ、じゃんけん。そうですね、来ましたよ、見たかったやつ早速ですねいや大好きこういうの勝てそうあ、強い。そうですね、ここも別の相手っていうのもいますので。ですよね、2人いましたね。はい、あ、選べるんですね。私チョキが好きなんでチョキあ、これはチャンスアップ。いや、これは普通のパターンになります。すごい音鳴りましたけど、うん、お願い。おお、やった、分かった。いやー、素晴らしいですねいや、あ、埼玉発見。そこがですね、まあ、はい、隕石をこう貫くっていう演出をですね、そこで、はい、表してます。こんなところに隠れてたのねいや、まさかの熱いリーチではなくじゃんけんリーチで。そうですね、王道のルートではなかったんですけども、こちらのルートでも嬉しい、はい、ということで見事大当たり。そうですね、でここからが勝負になります。 52% ですよね、突入率は、ね、なんとぴったり100回転で当たりましたこれはちょっとなんかいい予感。頼む頼む、ここはチャンスアップとかあるんですかね。そうですね、チャンスアップはですね複数隠れてるんですけども、はい、まだですね公表はしておりませんので、いろいろまずは見つけていただければと思います。知りたい。ここもですね、やっぱりヒーローがいろいろ絡んできますので、はい、そちらに注目していただければと思います。あ、なるほど、今青だったんで、はい、やっぱここが赤とか。そうですね、あるかもしれないですね。え、青だけでも通っちゃうパターンもある。まあ復活はどうでしょうか。そうですね、そこのチャンスはあります。
残念ながらここまで来ちゃうと入らずということで、はい、でね、あ、まあまあまあそうか、しょうがないか、はい、ちなみに逆に質問なんですけども、はい、ドレミさん、まあ今いろいろと信頼であったりパチンコすごく打たれてると思うんですけども、はい、今お気に入りの機種とかそういったのってあるんですか？今お気に入りの機種は、はい、009。あ、ありがとうございます。私も本当に昔から好きなんですけど、はい、あとゴジラですかね。なんかちょっと日機種入銀だとちょっと嘘くさい感じが。もう本当ゴジラも、はい、もう前作も打ってましたし。あ、本当ですか、はい、でももっともっと遡るなら私、はい、あのサブと1ってあったじゃないですか。私もハマりすぎて。はい、本当ですか。はい、あのもう毎日のように打ってました。ないんですか、もう一回サブと1復刻版。サブと1はですね、話は出てないような気はするんですけども、一応ちょっと意見としてあの伝えておいてください。わかりました。お願いします。かなりコアな意見だとは思うんですけども、あの開発部に伝えておきます。そこで花のケージが出ないっていうのが。そうですね、いや花のケージももちろん大好きなんですけどね。あ、本当ですか。ちなみにゴジラとかはまあ最近の機械ですけど、 、はい、どの辺が好きとかってありますか？私はその、はい、保留変化結構バンバンしてくれるのが好きで、はい、ざわざわしてくれる。あ、なるほど。でやっぱ最近こう今このワンパンマン早いっていうのももちろん魅力だし、はいはい、いろんな機種が欲しいんですよね。あ、でなるほど。シンプルに ST っていうのが好きで、はい、あ、そうやって考えると009も ST ですね。あ、そうですね。あ、なるほど。ある程度のこう速さはありつつもしっかりとこうちょっと楽しめる感じもっていう感じですかね。そうなんですよ。あ、なるほどなるほど。ちょっと開発陣も喜ぶと思うので伝えておきます。え、もう本当にサブと1お願いします。わかりました。あ、赤ボタン来ました。あ、ね、そんな話をしていたら青保留ですけども、ここかな。おー、いきなりロゴを映しました。変えてくれましたよ、緑保留に。もう一回欲しいですね。あ、どうだろう。あ、チャンスボイスは聞こえました。ただこっから変わることもあるんですもんね。そうですね、まだ途中で変わることもあります。ヒーローネクスト、これはどうなのかな。ちょっと弱そうに思えるんですけど。そうですね、あそこもですね、数字が大きければっていうところのチャンスになってます。そうですよね、はい、んー、じゃあちょっと厳しいかな。あ、でも発展はしてくれました。あ、なるほど、ここ ね、 そうですね、これまだ1回も倒したことないんですよ。そうですね、ここを突破できると熱いリーチに。またじゃんけんで当たったら、はい、どうしましょう。まあ、そのルートも十分考えられますね。私プライベートで打ってても多いんですよ、そういうの。特殊、ね、特殊で当たるっていう。なるほど。いけ、うー、まあ今のはいかなさそうな雰囲気でしたね。あ、発展なしということで。そうですね。いや、今なんか当たらなかったのことに対してちょっとほっとしてましたよね、イケちゃんさん。いい、またちょっと同じ当たりよりはあの違う当たりの方が。そうですよね、せっかくだったらこんなにね、綺麗な液晶で。そうですね、もっといいとこ見せろよって話ですよね、私に。せっかくのあの最速実践ではありますので。そうですよね、はい、本当にですね、まだまだあの見ていただきたい演出とかっていうのがかなりたくさんありますので、ちょっとでも多く今回の、私もそう思ってます。本当にぜひですね、ちょっとどこまでお見せできるかあれなんですけども、まだ埼玉がじゃんけんしかしてないから。お、0秒まで耐えたらどうなるんだ。あ、行きました。これはどういう演出ですか。そうですね、そのままリーチに発展します。そうなんですね、はい、これは強 SP とか。いや、そこまで強いリーチではないですね。あ、はい、そうなんだ。これもですね、一応特殊 SP リーチっていう扱いになります。もうここで決まるってことですね。ですえ、ちょっと、まあ私ってばこういうのばっかりでごめんなさい。
まあ、こういうとこどこからでも当たるっていうような、仕様にはなってますので。いや、気が抜けない。そうですね、今の流れで当たるっていうのはちょっと薄いルートではあると思います。はい、いやいや、埼玉全然戦ってないんで、そうです、ね、ちょっと悔しいですけど当たりました。ただこの後ラッシュに入れてもらえさえすれば、埼玉もたくさん出てきますので。そうでした。さあ、当たりましたよ。頼むよ。さっき青だったんで赤出しましょう。それ以外にもチャンスアップがあるとおっしゃっていたので。そうですね、いろいろ隠れております。え、結構な数ですか？そうですね、パターン数は、まあ、ものすごく多いというわけではないんですが。ああ、また青。もらいましたわ、これはさすがに。さすがにもらいましたね。そうですね、バイブはかなり大チャンスと言っていいんじゃないでしょうか。ですよね、さすがにこれを外すわけにはいかない。こんなところに埼玉ボタン、ボタンの種類も複数あるんですけども、一番いいボタンと思っていただいていいかなと思います。いやー、嬉しい。ということはここでもう1500玉もらえるっていう感じですね。はい、埼玉発見。ちょうどこの岩を砕、隕石を砕く演出とリンクしてるっていうような感じの演出になってますね。え、これは大当たりじゃない時も出る時あるんですか？いや、基本ですね、大当たり中しか、大当たりの時しか出ないですね。なるほど、はい、いやー、安心安心。さあ、今からラッシュ挑戦したいんですけれども、これは種類が4種類あるんですけど、はい、そうですね、おすすめのモードとかありますか？そうですね、個人的になんですけども、ヒーローバトルなんかはすごく面白いんじゃないかなと思います。ヒーローバトルモードでいきたいと思います。はい、もうたくさんの方がね、打たれてると思うんですけど、最高何玉とか出されてます？そうですね、だけどやっぱり1万発とか以上っていうのは、まだない、あんまり見てはないですね。よし、じゃあ1万、はい、いや2万発いこう。はい、じゃあ行きたいと思います。1分の1ですもんね。はい、81% を取れるか。はい、決まりました。ここで決まったってことですね。そうですね、まあ、この図柄の法則みたいなのも、そうですね、ここの図柄にも0とか7とかだったらっていうのは、そうですね、そこもあります。さあ、このヒーローバトルモードは、はい、そうですね、ここはですね、どの怪人が出てくるか、どのヒーローが出てくるかによって期待度が大きく変わってきます。今のが対戦、あ、これ強そう。そうですね、シルバーファングは強いキャラクターになりますね。もう負けるわけにはいかないじゃないですか。これはそうですね、こバンドさん、うわー、気持ちいい。またいた。そうですね、このスピード感で1分の1で1500発がこういくっていうのが、いけちゃんさん、はい、もう2万発出すビジョンが浮かびました。本当ですか、はい、記者が期待しております。はい、はい、もう整いました私。本当ですか、ぜひぜひ、これもですね、かなり演出のバリエーション、怪人がどの怪人なのか、はい、それからヒーローが誰なのかっていうのがバリエーションありますので、これもいろいろ見ていただきたいところですね。え、もう一回やっていいですか、このモード。あ、ぜひぜひ。楽しいですね。そうですね、さあもう一回、まあ、2万発出すんで、はい、ここからね、いろいろできると思います。そうですね、まだ2回目なので。2回目、はい、決まりました。9ですね。まず怪人が決まって。そうですね、あ、もうすでに多い。そうですね、モスキート娘は若干チャンスのキャラクターになります。あー、金属バットも、あ、もう強い強い。
そうですね、ここからは展開次第っていうところかなと思います。負けることもありますか。まあ、当然あの負けのあのルートもあります。まあまあまだここからですよね。まだチャンスあります。はいはいはい、いややだよやだよやだよ、ボタン普通だけど頼む頼む、重たい重たいボタンが。おまあ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 そりゃそうそりゃそう。かなりホッとしました。よかった。さあトイレのタイミングは、はい、これもうここで止めても大丈夫ってことですか。そうですね、ここで1分の1になってますのでここで、はい、行っていただいて大丈夫です。なんかこうタイマーがあると急がなきゃってなるけど、はい、大丈夫ってことですね。そうですね、あのタイマーは一定のところまで進むんですが大丈夫です。はい、よかった、はい、いけ。こう行ったまでいいんだけど多めに入れるのがポイント。あんまり変わらないと思います。私のオカルトです。あ、なるほど、はい。ここで埼玉が出ることもあるんですか。そうですね、よく質問していただきました。はい、やっぱり原作でもですね埼玉が来ればっていうのがありますので。そうですよね、はい、このバトル演出も埼玉が来ればっていうような演出になってます。いやいいですよこれも。もうさ先に決めちゃいたいな。よし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 、ああもう面白い。これだ。そうですね、これはもう本当ベルセルクを思い出すね。ベルセルクですか。ベルセルクのあのボタンを。ああなるほど、あそうですね。思い出しますね。かわいい埼玉ボタン。もうあれが出ればかなり期待していいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、じゃあそろそろモード変えましょうかね。そうですね、せっかく4つもありますんで、はい、ぜひお願いしますね。サクサクいけちゃいますよね。いや本当そうだと思います。じゃあワンパンカウントダウンモードにしました。はい、これはどういうモードでしょうか。そうですね、ちょっと大当たりしてたところで説明できればと思うので右打ちをしていただければ。はい、いきます。怖いなあ。決まりました、はい、ここでですねまず怪人が3体出てきますので、はい、その怪人が何なのか、まあ、カードの色みたいなので期待度が分かりますので。あ、なるほどね、はい、キンキン、あ、弱そうなんですけど。そうですね、ここからただ昇格する可能性もありますんで。ああー、しなかったですね。これちょっとメンバー弱い気がするんですけど。そうですね、この3体を1体でも倒せれば継続というような形になってます。 あ、そういうことなんですね。そうです。あ、やばいやばいやばい、怖い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 。そうですね、緑で倒しておかないとこの後は青になってますんで。ああ、そういうことか。はい、でもこれ面白いな。最後まだ 81% 継続ですので、はいはい、まだまだ諦めちゃいけないですよね。予想通りではあったんですけど、ここからの復活はちなみに、もちろん搭載はしてますんでまだ期待してもらって大丈夫だと思います。ちょっと危なくなってきましたね。あこっからありますか。リザルトからのバキュン。すいませんでした。ちょっとちょっとこういうの大好きですよ。びっくりした。そうなんですよ、今回のワンパンマン最後の最後までチャンスありますんで。ちょっとこれは、はい、じらしますね。リザルトでダメだって、はい、通常に戻ったと思ったら。そうなんですよ。いやちょっと待ってよ、みんながこうハンドルを離した瞬間ぐらいを狙って。いや私ハンドル持ってたら気絶してましたよ。バイブでよかったです。なので本当最後まで期待が持てる仕様になってますので。いやちょっと完全諦めモードでした、はい、いや何気にもう6回も続いてます。そうですね、次こそ金。よしよし、これでさらに上げることができたら。そうですね、もうあ、ボタン、チャンスボタン来ました。素晴らしいですね。いただきましたね、はい、面白い、早い。そうですね、ここもですねかなりパターン数もありますので、はいはいはい、
いろいろな組み合わせ見ていただきたいですね。埼玉、はい、くれた一発で決めちゃいました。あの本当3回の中で1回勝てばっていうのが意外といけそうなイメージになるんじゃないかなと思います。3体撃破かと思ってたんで。でもあの次は負けたとしても、はい、万発。そうですね、もう次は1500発の当たりはもう決まってますね。そうですね、変えました。はい、ひけちゃんさん、はい、私ちょっと自分のこの経験上、はい、これ止まんないと思うんですよ。なるほど、はい、でせっかくショールームに来てるんで私、はい、ラッシュ2回3回やりたかったんですけど、はいはいはい、仮にこれ1万5000発超えたら、はい、何かちょっとプレゼントとか視聴者の方にですよ。なるほど、何かあですよ。そうですね、あのまだまだ、道は長いんですけども、はい、そこまで行けばご用意いたします。はい、はい、もうやる気が出ました。でちなみに今からやるモードは、はい、どんなモードでしたっけ。そうですね、あの4つのラッシュの中でも一番シンプルになってまして、はい、告知が出ればもう継続確定というような形になります。え、その告知はどのタイミングで来るか分かんないとかですか。あの全然分からないです。うわ、これ私ね極度のビビリなんですよ。はいはい、だからいきなりブーとか来るやつ。そうですね、あのいきなりの告知になります。ただですね、あのいろんなところにですね液晶を見ていただくと、はい、違和感が出る可能性がありますので、そうすると先にもしかしたら気づけるかもよっていうようなラッシュになってます。まず初めの状態がどうなのかがわからないので、違和感違和感、どこだどこだ、怖いな怖いな、何かおかしいなみたいなのが出てくると、その後に告知が発生するかもしれないというような感じになってます。怖いな、ちょっとこれ結構怖いパターンですね。え、これは違いますか。埼玉が動いてる。それはですね、ちょっとまだあの公表はしてませんので。さよという感じですね。っていう可能性ももしかしたら今のがそうだったのかもしれないし、かもしれないっていうところですね。いやーよかった。これはやっぱりあの何度も打っていただくと徐々にこう気づいてくるかもしれないですね。そうですね、今のじゃちょっと分からなかったですよね。そうですよね、一発目だと、うん、ちょっともう一回やりますね。ぜひぜひお願いします。ということで万発いきました。あ、最後に答え合わせができるみたいですね。あ、そうですね、なるほど、そこを見といていただけると、あ、何が違和感があるんだっていうのが。じゃあ自分が思ってた違和感が違う時もあるんですね。あ、全然あります。あのただの気のせいっていう可能性がありますんで、うん、じゃあこれ違和感見つけても私、はい、間違えたら恥ずかしいから言わないとこかな。まあそういう打ち方もありだと思います。いや私なんとなくここら辺にあったりとか、はいはいはい、この色が違ったりとかもありそうな、ありそうなところですね、うん、ぜひちょっとそれはですね、ホール様で打っていただいていろいろ確認してほしいですね。星が1個だけ怒ってるとか。ありそうっちゃありそうですね。やばいやばい、後半に来るとちょっと不安ですよね。いやこれは違いますもんね。いややばいぞ、あ、来ない、1万5000発いかない。これ話さないと、もしかしたらね。さあお願い、はあ、復活してる。ここまで期待できますんで。おお、大好きだ。なるほど、こういったところもさっきとは違う復活の、はい、ポイントになってますんで。池ちゃんさん、私汗だくですわもう。じゃあもう一個のモードいきたいと思います。はい、はい、ですね、ボロスとの対決ですね。はい、これはですね、埼玉とボロスのですね、はい、一騎打ちのバトルになってますので、はい、あのバトルの最中にいろんなところでですねチャンスアップあるので。あ、なるほど、普通にこう、はい、バトルして勝てばいいって感じですかね。そうですね、なるほど、シンプルですね、これも。そうですね、これが一番、まあ、あのオーソドックスなバトルタイプになってます。で今チャンスアップがボタンだったりとか、はい、いろいろあるってことですね。そうですね、今んとこないな。
もうどう、これもあるんですかね、もしかしたら。そうですね、こういったところにも隠れてるかもしれないですね。あ、やばい、ボタン普通だけどダメ。ああ、そういうことね、緑。そうですね。うわ、緑でも行くの最高。赤とかレインボーじゃなくても行くんだ。そうですね、今のはあの緑止まりっていうような形でしたけども、はい、そこでもあのまだチャンスがあるっていうような信頼度になってます。最高です。これもう一回やります、私。ぜひお願いします。ちょっと1回目だとなかなかこうチャンスアップとかもそうで分からなかったんで、いやでもまだ図柄のあれは出てないですね。あ、そうですね、確かにここもですね、あのいろいろありますので、はい、さっき言った0であったり7っていうのに注目してもらいたいなとは思います。ちょっと待ってください、これ、はい、私、はい、あのバトルに夢中で見てなかったんですけど、はい、1万5000発いきますあ、また緑、あ、赤までいった、もうこれはさっき緑でいったもん。うわ、素晴らしい。赤はやっぱり安定の赤なんですね。そうですね、赤はかなりあの大チャンスになってますね。マジ殴り出ました。ということで見事私、はい、1万5000発おめでとうございますいいですねこれ、はい、初回も1500もらえるんで。そうですね、10回当たったらもう1万5000発っていうのが。そうですね、やっぱり初回から1500取れるっていうのが非常に気持ちいいかなと思います、はい、しれっと私あのお気に入りの、はい、ヒーローバトルボードにしました。あ、そうですねこれ僕も個人的に好きですね、はい、4つって一番どれも好きなんですけど、はい、ヒーローバトルモード面白いかな。そうですね、やっぱりバリエーションがいっぱいあるっていうのが、うん、特にいろいろ見れるんじゃないかなと思います。あ、ちょっとピンチですね。そうですね、これは強いキャラクターになりますね。あ、ちょっとこれもやばい。そうですね、さっきは7とか8まで行ってたので、ね、ちょっとピンチのルートになりますね。でもね、負けるならこういう戦いで負けたい、私はダメかなっていう。あ、なるほど。頼む。あ、 もう最高ですわ。素晴らしいですね。もうね、はい、このチャンスアップがなくても、はい、勝てるっていうのそうです、ね、たまんないです。いや、どんなルートにも必ず期待は持てるようには作ってますので。なるほど、はい、ちょっともっといろんなところを私は見つけたいぜひぜひお願いします。この、もらいました。ついに7引きました。そうですね、レインボーでしたね。はい、いや、すごい音しましたね、はい、あ、なるほど、これってもしかして、はい、あ、この物語が見れるってことですかね。そうですね、7と0の時はですね、うん、先ほどのラウンドバトルっていうのはせずにこのストーリーが見れるようになってます。なるほど。なので実はこれが揃うとですね、まあ、この当たりの1500発と次の当たりも、はい、あ、やっぱりそういう音でしたね、はい、そうなるとですね、うん、もう3000発がこう取れちゃうというような形になりますね、はいはい、なるほどね、はい、いい音鳴りました。まあ、これだけずっといろいろバトルとかしてきたので、まあ、こういうちょっと安心できる場面っていうのも作っていると。で、今7が揃った時に、はい、V が、はい、V を狙いが埼玉だったんですよ。はいはいはい、ということは、はい、埼玉出たらっていうところあるんじゃないかななるほど、すごいですね、はい、まだ公表はしてないんですけども、やっぱり機械全体を通してですね、やっぱり埼玉が出てくればっていうところはですね、はい、いろいろこだわってますので、そういったところはやっぱりいろいろ見つけていただきたいですね。いやいや、これ見つけますよ、はい、もっと
あ、さっきね、この字がレインボーでしたからね。そうですね。気持ち的には偶数より奇数のが私は嬉しい、はい、ああ、なるほど。こういう系は。そうですね。さあさあさあ、いや私本当に今すごい夢中になっていいねいいねいいね、もらいますよこれは。そうですね、これはチャンスのルートにはなりますね。あー、最後ですね。ここもこの連打の上がり方とかにも秘密が隠されてるとか。うえい、お、なんか、あー、あーら、レインボー出ちゃった。すべてがレインボー安心して打てますね。そうですね、かなりモリモリの演出になってます。盛り盛りですね、はい。ちなみにですね、はい、今4つのラッシュ選んでもらってると思うんですけども、はい、ラッシュ選択画面の時にですね、はい、点撃ボタンを押していただくと、はい、裏モードっていうのも存在します。あ、裏モードになるとどうなるんですか。これはですね、ちょっとまだ公表はしてないんですけどもいろいろアップしてます。いろいろなことが。じゃあそれは、はい、試してもいいんですか。あ、全然大丈夫です。あー、はい、じゃあ次それでいきたいと思います。そうですね、やっぱり長く遊んでいただくためにこう4つのラッシュ、さらに裏モードっていう感じで選べるようにしております。はい、この選択するときに点撃ボタンを押せばいいですか。そうですね、はい、はい、ああ、なるほど、はい、選んでからこれを押すってことですね。そうですね、はい、もうなんか何か音が鳴るとかそういうことなのかな。裏モードってやっぱりこう早く分かりたい人のためのイメージが。あ、そうですね。いやでも今のところ何も出てないですねそういうわけでもないのかもしれないし、いやだけどおっしゃる通りだと思います。いろいろな告知が出やすくなるっていうような感じになってますので。ということは、はい、裏モードにしたときに、はい、このあんまり出てないとちょっと普通よりピンチかもしれないですよね。まあそうなりますね。いやー、これ負けるか。あー、ボタンも普通。あーあ、やっぱり裏モードを試せずに。あ、でもまだわからない。いやでももう22,500。いやもう本当十分なぐらいは出てますねいやいや、これだけ出れば。さあこっから来るのか。またまだありますもんね。まだありますね。あっあっという間だった。すみません、なんか裏モードを進めた途端ではあったのでなんか責任を感じております。いや全然、はい、裏モードはぜひね、はい、皆さん打ってもらってって感じですね、いやすごい爽快感で出玉感と楽しめたんですけど、あっという間すぎてちょっともう一回やろうと思うんですけど、いいですかね池ちゃんさん。あ、ぜひぜひまだまだ見どころはありますんで。さすがに初回よりは出せないかもしれないんですけど、はい、もう一回ちょっとこうラッシュを決めて、裏モードも楽しみたいと思います。ぜひぜひお願いします。やっとヒーローネクスト来ましたよ。頼む。どうだどうだどうだ。あー少ないかな。おお増えた。712撃破。お、続くパターンがあるんですね。これ追撃はちょっと注目じゃないですか。いやブルブルしてる。そうですね、ここの赤字は相当チャンスにはなりますんで。
いやちょっとさっきのね、大連中からだいぶハマっちゃったんで、そろそろ四大魔術発演室で1個ぐらいはお願いしたいところです。いやお願いしますよ。あ、これはどうですか、ぽくないですか。いやそうだよそうだよ、ようやくですねお待たせしました。当たるかわかんないけど、そうですね、そろそろ当たり見たいところですね。結構時間かかりましたね、すいませんこれがあの四大魔術発演室の一つの正義執行になります。なるほど、リーチ的にはちょっと弱そうなんですけど。そうですね、これが今中 SP リーチになりますね。あ、でも赤ボタン、はい、タイトル変わりましたね。ただ中 SP リーチもですね、あのチャンスアップとかがうまく絡むとですね、はい、それなりにこう期待度がありますので。来ましたよ。素晴らしい、すごい。そうですね、やっぱり最初のチャンスアップと出てましたので。でしたね、はい、738回転さっきあっという間に当たったのに。いやそうですね、なんかずっと無言な時間が過ぎてたような気がします。ごめんなさい、ニューギーさん、キコーナさん、お待たせいたしました、はい、もう一回ラッシュがやりたいと言ったばっかりに。そうですね、ただもう一段階ここがありますんで。いやもうこれは入れないと無理。そうですね、入れないと無理。ただそんだけね、大ハマりしても一瞬で戻ってきますからさっきの見てるとそうですね、あ、なんかさっきと違う、参戦してくれてますよ。そうですね、ここもですね、どのヒーローが来るかとかっていうのがありますので。いやでもさっきね、さっきより絶対に良さそうに見えるんですけど。でも青でしたね。そうですね、怖い怖い怖い。でもなかった、点撃ボタンのファイブが。いや、お願い、埼玉、埼玉、あっ、うー、やったー長かったですね、長かったやっぱり参戦系は熱いんですかね。そうですね、あそこに注目のポイントの一つになってますね。あ、なるほど、はい、ただまたここからはあの楽しいラッシュになりますんで。さあ、ここでもう3000発ですからね、最低でも。じゃあもうさっきできなかった裏モードからすぐやっちゃいますよ。あ、私ぜひぜひお願いします。じゃあ大好きなヒーローバトルモードの裏で、はい、初めにこう期待度マックスになっちゃったりとかして、まあ、そういうのをパターンとしてはいろんな予想してきますからね。私そうですね、もうお答えできないところはね、勝手に私の予想ということで。わかりました、はい、パチンカーとしての予想です。そうですね、どうなのどうなの、レインボー出る、あー弱い。あれあれ今までで一番弱い弱い弱ですよそうですね、これ絶対いいやつが出るもん、裏だったら頼む。いやないもん、何もない、チャンスアップがここ、あーもうここにボタンがね、あったりとかね。お、どういうことですか、なんかあった違和感。いやちょっと僕の方も気づけなかったですけども、あったのかか、本当にそうですね、何もなくてもあのチャンスは残されてはいますのでいやでも私、はい、あの裏っていう感じをちゃんと見たいんでもう一回やりますそうですね、いやいやいや弱い弱い誰あ、来た来ました、埼玉、あ、はい、なるほどね、こういう、これが多分本当
そうですね、これを見せていただきたかったです、ね、はい、最初にもうずっと池ちゃんさんもうあーってなってましたもんね。そうですね、出ないなみたいな、後ろでハラハラしてます、はい、なのに勝ったから。そうですね、いやだけどこれが出れば、あ、はい、埼玉がね助けに来てくれるんだ。そうですね、あのこれはまだパターンの一部ですけども、はいはい、まだまだいろいろこういったものが、それ以外にも、はい、体感でさあ、いやこれ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 、ボロスボロスボロスの裏モードでいきたいと思います。ここで勝つことがなかなか難しいのかな、ここ多分ボタンとか。そうですね、まあボタンが出てるってことはっていう感じですね。え、そうですよね、なんかそうです、埼玉ボタンとか、はい、赤ボタンとか。そうですね、そういうパターンもあったり、あそこで決着がつくパターンっていうのもあったりします。あー、なるほど、はい、あれはないんですか、埼玉殿、はい、みたいなプレミアボタン埼玉殿はないですか。そうですね、あー、緑、あ、まあまあ負ける予感はしてましたね今のは。いけいけいけ、 SQ ヒーロー、 SQ ヒーロー、いやー、リアルよくあるこういうの。さあ無名のヒーローに落ちました。頼む、まだ、え、あ、いやでもかなり、はい、絶対にお気に入りの台になると思います私。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。とっても楽しい実戦でした。池ちゃんさんにね教えてもらえなかった部分とかも、はい、やっぱりホールに行って見つけて楽しみたいと思います。そうですね、はい、徐々に情報の方も解禁していきますので、はい、そちらも見ながら楽しんでいただけるといいかなと思います、はい、いや今日は本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。さん、はい、ちょっとね、ええ、初回よりも全然出せなかったんですけど、はい、プレゼントのことって忘れてないですよね。もちろんです。あ、よかったよかった。しっかり準備させていただきますので。よかったです、はい、いやとっても楽しい時間になりました。ワンパンマン導入されましたらぜひともお近くのキコーナさんで打ってみてください。池ちゃんさん今日はありがとうございました。ありがとうございます。